ビル・バックナー、ウィリアム・ジョゼフ・バックナー、ウィリアム・ヨゼフ、ビル・バックナー、1949年12月14日帯は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、バレーホ出身の元 MLB 選手、一類ガ外野州、ロサンゼルス・ドジャースより9月21日に19歳で、メジャーデビュー。に四十歳で引退するまで、1 9六十年代から1 9九十年代まで、 プレイした4ディケードプレイヤーであった。通算打率289の高打者として活躍し、ドジャース時代には2がリーグ優勝し、ワールドシリーズ出場を果たす。1月11日にリックマンデータ1名とのトレードで他の2名と共にシカゴ株に移籍。2は首位打者を獲得した。2は唯一となるオールスターに選出された。5月25日に デニス・エカーズリータ1名とのトレードで、ボストン・レッドソックスに移籍し、2はニューヨーク・メッツとのワールドシリーズに出場。この第6戦では痛恨のトンネルエラー、後日起死する。翌7月23日にレッドソックスを解雇され、28日にカリフォルニア・エンゼルスと契約した。さらに5月9日にエンゼルスから解雇され、13日にカンザス・シティ・ロイヤルズに移籍。 オフに FA となり1 9 9 2年2月にレッドソックスと契約したが6月5日に解雇されそのまま引退した。シーズン終了時点で通算成績のうち出場試合2517はメジャー歴代50位、打数9397は45位、アンダ2715は62位、二塁打498は60位、ダンダ シングルヒット1994は49位、儀比97は36位、敬遠111は97位、閉冊だ247は34位である。三振は少なく、通算では20.7打数で1三振、以下略である。この部門において、1980年、32.1、25.3、18.7、1986年、 25.2の4回リーグ最高の成績を残し、1987年も第2位であった。この部門でのメジャー歴代順位は94位だが、上位はほとんどが三振の少ない時代、主に1910年代以前までの打者で、近年の打者の中では非常に優秀である。主に1970年代以後に活躍した他の高打者と比較すると、 トニー・グウィンの21.4にはわずかに及ばないが、ウェード・ボックスは12.3、ロット・カルーは9.06、ビル・マドロックは12.93、イチロー、2012年までは9.94と、バックナーの数字は際立っている。その代わり、早打ちの試し級は少なく、通算450でしかない。通算打率、289に対し、出塁率は、 321でしかない。よほど、ワールドシリーズのエラーの印象が強いためか、レッドソックスの大先輩、テッド・ウィリアムズよりも61本、多い、メジャー歴代62位、2012年終了時点の通算2715アンダを打ちながら、アメリカ野球伝道入りは果たせていない。現時点で、バックナーよりも多くのアンダを記録した選手で、 殿堂入り資格、引退後5年以上経過がありながら、殿堂入りを果たせいないのは、永久追放となったピートローズのほか、アル・オリバー、ベーダ・ピンソン、ハロルド・ベインズ、ラファエル・パルメーロ、薬物使用が発覚、バリー・ボンズに、資格取得したばかりでなおかつ薬物疑惑を抱えている、のみである。1986年のワールドシリーズは、レッドソックスとメッツの戦いとなり、 メッツの本拠地、シェイスタジアムで幕を開けた。レッドソックスは、第1戦、第2戦を敵地で連勝。本拠地ヘンウェイパークに戻って、第3戦、第4戦と敗れたが、第5戦に勝って1918年以来68年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手をかけて、シェイスタジアムに乗り込んだ。そして迎えた第6戦。試合は、 レッドソックスが二度リードを奪うがメッツは追いつき、3対3のまま延長戦へ。10回表、レッドソックスは、この回から登板したリック・アギレラを攻め、デイブ・ヘンダーソンの本塁打倒で2点を取り、ワールドチャンピオンまで、あとはアウトを3つ取るだけとなった。当時のレッドソックスは、通常、リードしている試合の終盤には、足に故障もあって、守備のあまりうまくないバックナーに変えて、 守備固めとして、デーブ・スティプルトンを起用すること多かった。このシリーズでも、第一戦に、1から0とリードした9回に、バックナーに変えて、スティプルトンを起用。レイアウト1塁の場面で、スティプルトンは、送りバントを素早く処理して1塁走者を2塁封殺、1から0の完封勝利に貢献しているのだが、この試合ではあえて、スティプルトンを起用しなかった。クローザーのカルビン・シラルディ 他にアウトを取りあと1アウトとなったが、メッツが意地を見せ4番のゲイリー・カーターが、ヒットで出塁。続く代打ケビン・ミッチェルも0から2、0ボール2ストライクと追い込まれながらもヒットで続き、レイ・ナイトがやはり0から2と追い込まれながらも、タイムリーヒットを放ち、1点差に追い上げた。ここで、レッドソックスは投手を、ボブ・スタンギーに変える。 スタンリーは、ムーキー・ウィルソンを1から2と追い込むが、ウィルソンはファウルで、粘り、7球目が、ワイルドピッチとなって3塁からミチェルが返り同点。ナイトも2塁に進んだ。ウィルソンは10球目を打ち、1塁への緩い頃。3アウトとなって、延長11回に突入と思われたが、1塁、バックナーがこの打球を痛恨のトンネルエラー。打球がライトへ転がる間に2塁からナイトが返り、 メッツは奇跡のサヨナラ勝ちを収めた。勢いに乗ってメッツは翌日の第七戦も逆転勝ちし、十七年ぶり二度目のワールドチャンピオンに輝いた。一方のレッドソックスはほぼ手中に収めていた栄冠を逃し、これもバンウィーノの呪いかと囁かれた。レッドソックスは以後もまでワールドシリーズ制覇から遠ざかることとなる。この時のボールは、 5月4日にダラスで行われたオークションにおいて418,250ドル、約3,300万円で落札された。またこの試合でバックナーが使用していたファーストミットとスパイクも10月にオークションにかけられることが明らかになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。